モハメド・アルデアへは、サウジアラビアハイル出身の元サッカー選手。元サウジアラビア代表。ポジションはゴールキーパー。2010年6月に現役引退を発表した。サウジアラビア代表として178試合出場した。これは2015年現在で、男子サッカー史上2位のキャップ数である。国際サッカー歴史統計連盟によって20世紀において、 アジアナンバーワンと認定されたサウジアラビア人 GK。サウジアラビアが初めて出場したワールドカップ 1994FIFA ワールドカップ初戦のオランダ戦では神がかり的な活躍を見せた。先制点を挙げたサウジアラビアは優勝候補のオランダを窮地に追い込んだ。であいえはデニス・ベルカンプやマルク・オーヘルマルスのシュートをことごとくセーブし、 その名を世界に知らしめた。最後には自身の決定的なミスもあり、オランダに敗れたが、その後、モロッコ、ベルギーを破り決勝トーナメント進出を決めた。2002年に日韓共催で行われた2 0 0 2 f i f a ワールドカップでは、ドイツ戦では0対8という大敗を喫した。ありがとうございます。